はいどうも、ゆきTVのゆきです。はい、ということで、今日はですね、マジモンの早朝スケートっていうことで、ただいまの時刻6時半でございます。そう、なんか天気予報見とったら、なんか日の出が6時半みたいに書いてたんで、なんとなく6時半に来てみました。多分気づいてる人は気づいてると思うんですけど、僕フロントサイドのボードスライドめっちゃ苦手なんですよね。もう流すのがすごい苦手で、なんでまあ今日ちょっと流す練習して、もうあわよくばなんですけど、ちょっとダウンレールの練習したくて、っていうのも今年の目標で、まあダウンレールでフロントボードとフロントサイドのリップスライドを決めるっていうのが、まあ目標として、まあ言ってなかったんですけどあって、今回それに向けてちょっと練習していけたらなっていうふうに思います。いや、マジで焦った。とりあえずフロントボードの全流し狙っていきたいと思います。フロントボード楽しい。これは調子乗ったフェイキーアウトやな。流してやりたいんだけどな。
remedy of therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been acting, I'm one minute be. はい、ということで調子はぼちぼちですっていうのは調子乗って、まあ、結構調子いいです。ダウンレールの方トライしていきたいと思います。まあ、若干小雨も降ってきてるんで、もしかしたらがっつり降ってくるかもしれないんで、まあ、早めに決めれるように頑張っていきたいと思います。